ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回は Google がタブレット事業から撤退するという話をご紹介したいと思います。この話はもともとアメリカの Google 広報担当者から今後はタブレット事業から撤退するということが発表されたため、それを受けて各 IT 系サイトで報道された内容となります。ここ最近 Google が出したタブレットというと、約1年前に発売したChrome OS 搭載の Pixel Slate というモデルがありましたが、国内ではこのモデル正式に販売されず、また価格も高いモデルでは20万円近くしたため、実際に購入された方はかなり少ないかと思います。今回の Google 広報担当者からの発表は、タブレット事業から撤退するということではありますが、Chrome OS 搭載端末から撤退するということではなく、今後はラップトップの方に力を入れていくとのことです。ラップトップというのは、要はノート PC のような形のモデルのことで、Google 以外のメーカー、例えば Acer や Asus などからよく販売されているような、クラムシェル型の Chromebook は今後も継続するとのことです。といっても Google 自体は、そういったクラムシェル型のデバイスほとんど出していませんので、そちらに力を入れるということは、今後そういったラインナップの製品をもっと積極的に出してくるということを意味しているのかもしれません。そもそも現在のタブレット市場は、Apple の iPad、それから Microsoft の Surface を代表するような 2-in-1 タイプの Windows。こういったモデルはそこそこ売れているんですが、Android タブレットはほとんど売れておらず、大手メーカーですと、Huawei が毎年新製品を出していた以外は、各社あまり力を入れてないという状況でした。Android タブレットでもそういう状況ですので、Chrome OS のタブレットになってくると、それよりもさらに売れ行きが期待できないため、今回の Google の判断は妥当な判断かと思います。今後はラップトップの方に力を入れるということですが、具体的にどういう製品が発売されるか、今の段階では発表はありません。またその辺について何か新しい情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。なお、この動画の概要欄には、Google の最新タブレット、Pixel Slate販売ページのリンクを貼っておきます。最新の価格など気になる方は、概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。